日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。じゃブルボンのカフェモカルマンドとファミマプレミアムの商品3品を食べたいと思います。ファミマプレミアムのお菓子は初めて食べる気がしますね。どれも美味しそうです。こちらにバウムクーヘン、フィナンシェ、そしてどら焼きにルマンド、どれも美味しそうで食べたら忘れられない味になってるもの。ではまずどら焼きから。ベリブリベリーと感覚めくってね。中に栗が入っているようですが、おっと、さすがに栗は割れませんね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。うわぁ、どれも噛めば噛むほど味が出てくるプレミアムな感じがあっていい。バターがじゅわっと広がってきたり、さっぱりとした甘さがふわーっと広がってきたり、あと栗もコリッとしてるし、だけどちょっと量が少ないかな。まあ仕方ない部分もあるとは思うけど。さーて、もっといろんなプレミアムな商品出てきてほしいな。惣菜はいっぱい出てるみたいだけど、スイーツはもっと出てきてほしい。っていうのは欲張りなのかな。いや、まあとにかくファミマプレミアムスイーツは大当たり商品ですね。詳細はこの後すぐに説明していきます。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらのまるっと一粒栗どら焼きは、中に入っている栗が本当にコリコリとした食感があって美味しかったです。外側のあんこもさっぱりとした甘さで栗とよく合っていましたね。欲をすればもっと栗で味わいたいなと思うんですけど、まあさすがにこの大きさではね。で、次に食べたこちらの焦がしバター使用贅沢フィナンシェは、噛んだ瞬間にバターのコクと旨味がじゅわっと広がってきて、サクッという心地よい生地の食感とともに味わうことができました。はい、続いてこちら。ちょっとバターが続くとあれなので、一口ルマンドエチオピアモカでお口直しに。ほんのり苦めのチョコレートになっていて、普段食べている、まあそんなにしょっちゅう食べてるわけじゃないんですけど、ルマンドの甘いチョコとはまた違った美味しさがサクサク生地とも合いましたね。で、最後に食べたこちらの贅沢バウムクーヘン、フィナンシェと同じく噛んだ瞬間にじゅわーっとバターのコクと旨味が広がっているのですが、生地がふんわりしているのでまた味わいが違いましたね。今日食べた中だと、最初に食べたどら焼きがさっぱりとした甘さと栗の食感がよく合っていて、一番バランスが取れて美味しいと思ったので代表として5点とさせていただきます。もちろん他の商品も美味しかったですよ。それでは、おぼろ月、柱になるのか夜ばかり。まあ柱になるね、月が出てくるのは夜ですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。